こんな100円ショップは嫌だ。急にね、やるんですよ。大喜利者たち、急に。じゃあ、白洲さん、行きましょう。こんな100円ショップは嫌だ。北陽が、店員をやっている。金飛びだったけど、ほぼ100円ショップ。パン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 じゃないの。こんな100円ショップは嫌だ。キャンドゥ。そこに、そこに欲しい。こんな100円ショップは嫌だ。あの、セリアとダイヤソーがあるんですよ。いやをそんな入れなくていいから。好きな方で。好きな方とかないよ。両方やだよ。こんな100円ショップは嫌だ。店員が、ダルソーにしている。ダイソーみたいな。こんな100円ショップは嫌だ。クドゥントゥってあの、キャンドゥの逆の。こんな100円ショップは嫌だ。ゼリーしか売ってない。いや、ゼリーって。しか売ってないまでかけて。ゼリーってお前。こんな100円ショップは嫌だ。ダイソーでやる。こんな100円ショップは嫌だ。店の中で、堤下が他の共演者に例えを交えて、いじられている。あるけど、なんとか見したみたいなやつもいろいろあるけど。最近見たんですよ。違法でだろ、絶対お前。こんな100円ショップは嫌だ。あの、体操着しか売ってない、体操。こんな100円ショップは嫌だ。立てて使えるしゃもじとか、こう、そのままこう、なんか立てれる、こう、鍋の蓋みたいな、便利グッズみたいな感じで、こう、熱く見える光電っていう。嫌な。こんな100円ショップは嫌だ。他は全部普通、基本全部普通で、キムチのところに、チムチと。なんかわかんないけど、なんかやだ。なんでやなんだろう。こんな100円ショップは嫌だ。二つ湯飲みがあるので、どちらかが高い。なんか跳ね飛びなんだよ。跳ね飛びの考えなんだよ。こんな100円ショップは嫌だ。店の中に自動ドア入った瞬間に、ここになかったらないですねって言われる。まだ何も買おうって買うもん言ってないのに、こんな100円ショップは嫌だ。足湯があって混んでる。いらないもんな、全く。こんな100円ショップは嫌だ。リラックマの水が売ってない。リラックマの水飲みたいのに、こんな100円ショップは嫌だ。商品の、あの位置聞いたら、あーそこにあるけどどうします。持ってくるか案内しろ。持ってくるか案内しろ。こんな100円ショップは嫌だ。ファミマの店内でしか流れてないと思われていたラジオ、ミックスファム with your voice が流れてる。あれってなる。あれってなるだけだよ。こんな100円ショップは嫌だ。あの、税別とか税込みじゃなくて、あの、中に税を入れてる。税高表示。気持ち悪い。こんな100円ショップは嫌だ。お客さん、探してる商品見つからなかったんですか？あ、そこになかったっていうのは、こんなとこかい？同じ売り場を見せられる。こんな100円ショップは嫌だ。あの、会計の際に店員さんがニコって笑って、この笑顔、120円。なんで10円増すんだよ。10円増すなよ。こんな100円ショップは嫌だ。普通に耳を疑ったんですけど、すいません、ちょっと今お釣り切らしてて50円玉になるんですが、いいですか？絶対あるって。こんな100円ショップは嫌だ。一見すごい便利グッズみたいに見えるんですけど、よく見たら何もかけられないハンガーが売ってる。あるけど、変な形のハンガーあるけど。こんな100円ショップは嫌だ。駅からすっごくすっごく遠すぎて、たどり着く前にお金持ちになっちゃった。もういらなくなっちゃった。100円ショップなんて。こんな100円ショップは嫌だ。あの、しずるのカズマさんが店内ラジオで離婚を報告した。いや、真面目なやつだ。こんな100円ショップは嫌だ。出先でこう、ハンコ忘れちゃって、あ、ハンコちょっと100円あるから100円で買おうと思ってガチャってあげたら、こう、沖縄4点盛りしがなかった。沖縄じゃなかったら使わないもんな、ほぼ。